1週間前。お母さんごめん、私結婚やめる。え、どうしたの？久しぶりに連絡してきたと思ったら、ごめん、いろいろ忙しくてさ。あなたは何でもそうやって自分で決めて、相談くらいしてよ。だってお母さん必要以上に心配するから。親なんだからそりゃするでしょう。それに結婚式の1週間前よ。いきなりにも程があるわ。急だったのは謝るけど、私だっていろいろ考えたので、何があったの？翔太浮気してた。え？本当にありえないでしょ。しかもこれ分かったの1週間前でさ。最近残業や出張がやたら多いなとは思ってたんだけど。それでこんなギリギリになったのね。でも帰りが遅いだけじゃ浮気とは限らないんじゃない？この間たまたま見ちゃったの、カフェで女の子と密着してるとこ。見間違えたってことはないの？あれは間違いなく翔太だった。それに少し前から様子もおかしかったの。そうなの？一緒に住み始めた頃は家事もきちんと分担してくれてたのに、急に全くやらなくなってさ。それはひどいわね。ゆいだってフルタイムで働いてるのに。そうなの。話し合おうとしても、俺は残業してるからの一点張り。残業してるって言っても休日くらいあるでしょ。分担してほしいわよね。そうでしょ。それも言えば、母さんはちゃんとやってくれてたぞーだって。結婚の挨拶に来てくれた時はとっても優しそうだったのに、びっくりだわ。でしょ。私もすっかり騙されたよ。その上浮気なんて。それは結婚なんて無理ね。さらにありえないのが、浮気のこと問い詰めたら認めない上に逆ギレ。身を削って育ててくれたお母さんのことまで見下すのよ。本当にありえない。そういえば両家の顔合わせの時に、あちらのお母様に、母子家庭じゃ金銭的にも大変でしたねって嫌味を言われたわ。あの親子、勝手な偏見でお金に困ってると思ってるみたい。一人親イコール貧乏みたいな。全然こっちの話に聞く耳持たないし、嫌になっちゃう。そうだったの。お母さんはあなたの味方だから、一度実家に戻ってきたら。ありがとう。お母さんに話してたら思い出して、なんかムカついてきた。え？あいつが逃げ得になるなんて許せない。しっかりけじめをつけたいから、あと1週間ちょうだい。ちょっとゆい、来週は結婚式よ。何考えてるの？大丈夫だから心配しないで。ちょっと本当に大丈夫なの？ゆい、謝っちゃダメよ。私はユキコ、60歳です。子供たちが幼い時に夫を亡くし、不自由な思いはさせまいとがむしゃらに働いてきました。そして半年前に仕事を引退しました。長男はもう結婚して子供もいます。そして娘の結婚も決まり、子育ても一段落と思っていたのです。とても優しそうな青年だっただけに、正直困惑しています。その後どれだけ連絡しても大丈夫の一点張りの娘。しかし彼女も立派な大人ですので見守ることにしました。しかし結婚式当日、とんでもないことが起こるのです。1週間後。これはどういうことですか？結婚式始まってるのに本人も新婦側の親族も来てない。連絡すらないなんて非常識すぎません？一人をやってちゃんとしたしつけもできないんですね。なあおい、いい加減にしてくださいよ。返事くらい返せないんですか？ごめんなさい、緊急事態だったの。しょうもない言い訳しないでくださいよ。結婚式以上に大事なことないでしょ。どんだけの人に迷惑かけたら気が済むんですか？親の責任だろ。慰謝料払え。あなたは娘の心配すらしないのね。は？そんな非常識なことするやつのこと気にかけるわけないですよね。うちの親戚には今日の朝連絡したの。あなたにも伝えたくて何度も連絡したんだけど、式が始まってから連絡してきたのはなぜ？新婦が来ないから来客の対応で携帯見る暇もなかったんですよ。そう。娘は病院にいるわ。なんでかわかる？え、どうしてそんなところに？
何かあったんですか？朝一緒にいたんじゃないの？一緒にいましたけど、俺は本当に知らないです。家族迎えに行ったりとかあったんで、先に家も出ましたし。そうなの。一体何があったんですか？今日の朝、あなたがユイにコーヒーを入れてくれたそうね。それが何ですか？いつも入れてますけど。そうね。だからきっとユイも何も疑わずに飲んだんでしょう。何が言いたいんですか？明らかにコーヒーじゃない薬のような味がしたそうよ。医師の話だと、下剤を大量に飲んだ症状だって話なの。今検体を成分分析に回してるわ。まさか疑ってます？僕じゃないですよ。コーヒーは入れましたけど、すぐに家を出ましたし。そう、ユイが自分で飲んだんじゃないですか？ほら、結婚式で少しでも細く見せたくてとか。自分で飲むような量じゃないの？だいたい成分分析なんてハッタリですよね。一般人がそんな簡単にできるものじゃないですし、あなたみたいな貧乏人が出せる金額でもないでしょ。僕そういうの騙されないんで。それはいろいろとつてがあるから大丈夫よ。あなたがわからないなら警察にとことん調べてもらいましょう。え？今検査中なの。診断書ももらって警察に行くつもりだから、そこではっきりさせましょう。嘘ですよね。大げさですよ。ユイってほらメンヘラなとこあるじゃないですか。マリッチなんとかってやつですよ。そうかしら。きっとお母さんも騙されてるんですよ。とにかく警察はやめてください。どうして？まるで調べられたら困るみたいな言い方ね。あ、いや、そんなことはないですけど、普通に恥ずかしいじゃないですか、家庭のことなのに。あなたでもユイでもないなら知らない人が入れたってことよね。普通に考えて怖いと思うけど。そうですけど。一体何の目的でそんなことしたのか、どうやって自宅に侵入したのか気になるでしょ。だってあなただって飲む可能性あったのよ。立派な傷害罪じゃない。そりゃ僕だって怖いですけど、警察は違うっていうか。ごめんなさい、話の途中だけど、いろいろな手続きでバタバタしているから後で連絡するわ。15分後。おい、大丈夫なんだよな。大丈夫なら警察なんて大げさだろ。マジで勘弁して。無視すんなよ。すぐに返信してこい。ユキコです。ユイは今診察中で携帯を預かってるの。どうしてそんな焦ってるのかしら。まるで調べられたら困ることでもあるみたい。いや、そんなことは。やってもない罪を着せられるのが嫌なだけです。何もしてないなら警察に堂々と言えばいい。まさか僕のことを疑ってるんですか？疑ってなんてないわよ。 100% あなたが犯人だと思ってるわ。は？証拠もないのにそんなに俺を犯人にしたいんですか？結婚式代と慰謝料を踏み倒したくてでっち上げてるんですね。さっきから金金うるさいわね。だいたい慰謝料請求するのはこっちだから。そうやってなんだかんだ理由つけて物乞いみたいなことするつもりだったんでしょうね。あなた一緒に住んでいて、ユイが何にも気づいてないと思ってたの？何の話ですか？あなた随分後輩のこと距離感が近いのね。え、いや、あの子はもともとそういう子で。言い訳は大丈夫、ちゃんと証拠はあるから。ユイが必死で集めてたのよ、ホテルから出てきた写真もね。あれは飲み会で彼女が酔いつぶれて解放しただけで何もないですよ。証拠、それだけじゃないわよ。彼女とは何もないんだからあるはずない。あなたが転がり込んだユイの家、猫ちゃんのためにペットカメラがいろんなとこに設置してあるのよ。は？そんなの聞いてないです。ユイの猫ちゃんいたずらっ子なの。いじられると困るから見つけづらいとこにつけたみたい。ユイもおっちょこちょいだから伝え忘れたのね。え？あなたがユイの出張中に浮気相手を家にあげた映像もバッチリ映ってるわよ。え？そんな。それからあなたがコーヒーに下剤を入れてるところも映ってたわ。そのデータもさっき警察に渡してきたから。俺は関係ないんです。
ずっとそう言っていればいいわ。ところで、なぜ結婚直前に浮気したの？彼女の親、社長なんです。お宅よりうちとのレベル合ってますよね。ある意味そうかもしれないわね。こっちから破談にして慰謝料でも請求されたらもったいないから、当日来られないように下剤でも飲ませろって母さんが言ったんですよ。だから俺は関係ないんです。そんな理由まかり通るか分かりませんけど、そのまま警察に話してみたら、きっと俺の言い分を分かってくれますよ。そうそう、浮気相手のお嬢さん調べたら、私が経営する会社の下請けの社長の娘さんみたいね。は？どんな嘘ですか。貧乏母子家庭の母親が経営者だなんて妄想はさすがに怖いんですが。信じなくてもいいけど。お父様に話したら、娘さん連れてわざわざ謝罪に来てくださったわ。まさか最近連絡返ってこないのって嘘ですよね。伊藤製薬って知ってるかしら。何ですか急に。あの有名な大企業でしょ。それ、私の曽祖父が創始者なの。初耳です。ゆいから聞いたこともありません。式が済んで落ち着くまでは黙ってるつもりだったみたいよ。でも言わなくて正解だったわね。だいたいそんな大企業の実家があったら昼夜問わず働き詰めなんてならないでしょ。騙されませんよ。ゆいの父親が亡くなった時、ちょうど父から社長を交代した時でね。本当に忙しくて子供たちには苦労をかけたわ。前社長で調べたら私の顔も出てくるはずだから、調べていただいても結構よ。嘘だろ、なんで黙ってたんだ。詐欺じゃないか。あなたの言葉を借りて言うなら、あなたのお母様にたかられたら困るからかしらね。は？申し訳ないけど勝手に調べさせてもらったわ。お母様、随分とお金を使うのがお好きなようね。それは正直に言うとね、反対だったのよ。ゆいが苦労するのは目に見えてたし、でもどうしてもあなたと結婚したいと言うから仕方なく許可したけど失敗だったわ。早く言ってくれてたらこんなことにはなってなかった。俺は何のために金持ちの女と浮気なんてしたんだ。ゆいの戸籍が犯罪者に傷つけられなくてよかったわ。え、なんで結婚式場にパトカーが。もうすでに被害届は出させてもらった。俺は悪くない。ゆいと話をさせてくれ。鈴木は警察の方と話してくれるかしら。ゆいの治療が終わったみたいだから、さようなら。ちょっと、ゆいはまだ俺のことが好きなはずだ。頼むから話をさせてくれ。あ、くそ、なんで既読がつかないんだ。頼むから返信してくれ。後日談。警察の取り調べでは、自分は悪くない、母親のせいだと主張したそうです。さらには、実は今回が初めてではないそうで、下剤の効果を確かめるために義実家に訪れた娘の料理に何度か混入させてたことも判明。それを聞いた娘は、通りで行くたびにお腹壊すと思ったとあっけらかんと話していました。翔太には傷害罪、義母にも教唆罪が成立し、2人に3年の実刑が下りました。それから義母が見栄を張るために勝手に料理と引き出物を最大限まで上げていたようで、高額になった結婚式費用800万と慰謝料100万も請求しました。その結果、翔太の貯金だけで足りず、義実家も売りに出すことになり、何も知らなかった義父は大激怒し、義母と離婚、息子とは絶縁したそうです。今回の逮捕がきっかけで職場も解雇され、塀から出てきても家も職もない生活になるでしょう。娘はもう結婚はコリゴリと仕事に精を出しているようです。先日電話した時に、お母さんみたいになりたいからねと照れたように話してくれました。